カタール W 杯でポルトガルの初優勝はあるか。最高レベルのテクニックの選手たちが慎重に戦って安定感。激闘来たるカタール W 杯特集。注目チーム紹介。ナショナルチームの伝統と革新第12回ポルトガル。連載一覧。充実した陣容で初優勝を狙う。ネーションズリーグのグループリーグ最終戦、スペイン対ポルトガルは見どころの多いゲームだった。どちらもパスワークが洗練されていて、ハイプレスでは互いに奪えない。そうなると、一方がボールを持てば、もう一方は撤退して守る。全体的にはスペインが優勢だったが、ポルトガルが攻め込む時間帯もそれなりにあった。どちらもハイプレスが効かないという点で、現在最もレベルの高い試合だったと言えるかもしれない。ポルトガルは伝統的に技術が高い。旧植民地のブラジルから多くの選手が流れ込んでいるだけでなく、やはり旧植民地のモザンビーク出身者も多かった。伝説的な名手エウゼビオやマリオコルナもモザンビーク出身である。ボール扱いと体の動きが柔らかく、欧州というより南米に近いのだ。カタール W 杯のポルトガルはメンバーが充実している。生きる伝説化しているクリスティアーノ・ロナウド、マンチェスター・ユナイテッド、ガイテ、ベルナルド・シウバ、ブルーノ・フェルナンデスはマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドのプレーメーカーだ。万能サイドバックのジョアン・カンセロ、マンチェスター・シティ、のほか、ビッグクラブのレギュラーとして活躍中の選手が揃う。ダニーロ・ペレーラ、ヌーノ・メンデス、パリ・サンジェルマン、ルベン・ディアス、マンチェスター・シティ、ラファエル・レオン、ミラン、ジョアン・マリオ、ベンフカ、など、名前の通ったスター選手で占められている。予選はプレーオフからの勝ち上がりだったが、メンバーと実力からすれば初優勝のチャンスもあるかもしれない。美しいプレーで魅了した時代。ワールドカップでの最高成績は初出場の1966年イングランド W 杯での3位だ。この時のポルトガル代表は、ほぼベンフィカだった。エウゼビオ、コルナ、アントニオ・シモン・エス、ジョゼ・アウグスト、ジョゼ・トーレスのアタックラインはベンフィカそのもの。ベンフィカは当時の強豪クラブで、1960から61、61から62シーズンの UEFA チャンピオンズカップ、現チャンピオンズリーグを連覇している。その後も1962の63、64から65、67から68は準優勝。ワールドカップは初出場でも、選手は経験十分で実力もあった。1960年代のエースはモザンビーク出身のエウゼビオだ。強烈かつ正確なシュートで知られ、イングランド W 杯では得点王になっている。テクニック、スピードも素晴らしく、欧州のペレだった。アフリカ出身選手の身体能力の高さを世界に知らしめたストライカーでもあった。しかし、その後はしばらく低迷が続く。フェルナンド・シャラーナ、パウロ・フットレといった名手も生み出しているが、久々にポルトガルが脚光を浴びたのは1990年代に入ってからだ。1989、91年のワールドユース、現 U20 ワールドカップを連覇した黄金世代の時代である。ルイス・フィーゴ、マヌエル・ルイ・コスタ、パウロ・ソーザ、ジョアン・ピントなど、技巧派の若手が台頭。小気味のいいパスワークで敵陣を切り裂いていく攻撃は、ポルトガルのイメージを決定づけた。ただ、この世代は大きな期待を集めながらワールドカップでは結果を残していない。1998年フランス W 杯は予選敗退、2002年日韓 W 杯もグループリーグで敗退してしまう。強さを手に入れて強豪へ。1990年代のポルトガルは、プレーの美しさでは歴代最高だったと思う。しかし、大舞台を勝ち抜くには何かが欠けていた。一つは得点源。黄金世代は守備も固く、中盤のテクニックは素晴らしかったが、明らかに決定力不足だった。偉大なエウゼビオの後継者が現れるのは、クリスティアーノ・ロナウドまで待たなければならなかった。もう一つはメンタルだろう。2004年の自国開催のユーロでは優勝候補と目されていたが、ポルトガル人で優勝できると思っていた人は多分少ない。大会中に街中で話を聞いても、せいぜいベスト4、優勝はブラジルかドイツ。あ、ユーロだからドイツか、といった回答ばかり。スタジアムでも失点するとサポーターは旬となってしまう。欧州の西に位置するポルトガルは、ドイツやフランスをヨーロッパと呼んでいて、自分たちも欧州人だという自覚があまりなかった。そうしたおとなしさがなんとなく代表チームのプレーぶりにも現れていた気がする。2004年のユーロは決勝まで進んだが、開幕
戦で敗れたギリシャに再び負けて準優勝に終わってしまう。ただ、このユーロは転換点だった。ブラジル人のフェリペ・スコラーリ監督が勝負強さを植え付け、2006年ドイツ W 杯では4位まで勝ち進んだ。ユーロ2004で国際大会デビューしていたロナウドはエースに成長、2016年のユーロではフランスを破って優勝し、初のビッグタイトルを手に入れた。この時のポルトガルもテクニックは相変わらず高かったが、ノックアウトステージからは守備型の戦術にシフトして粘り強い戦いぶりだった。1990年代に夢のある黄金世代のチームが現実の壁に突き当たり、その後は現実主義を取り入れて結果を出した。1980年代にシャンパンフットボールと呼ばれて華やかだったフランスが、その後に強固な守備のチームで1998年フランス W 杯に初優勝したのと少し似ている。カタール W 杯に臨むフェルナンド・サントス監督は9年目の長期政権。堅実さが持ち味で、黄金世代にあった軽さは払拭されている。それでいてタレントは黄金世代を上回る充実ぶりだ。ボールを保持して相手を圧倒できる力があるにもかかわらず、ミドルゾーンで守備ブロックを置く慎重さが目立つ。ある程度、相手にボールを持たせても構わない。守備の硬さには自信があるのだ。少し引いて、カウンター時に FW の子の強さを言った。